こんにちは、原しかです。今回はデンタルフロスの種類と選択について説明します。歯科衛生士の有馬です。最初に糸タイプから説明します。糸タイプにもいくつか種類があり、ワックスタイプ、ノンワックスタイプ、エクスパンドタイプがあります。ワックスタイプはワックスをローでコーティングして滑りやすくしています。デンタルフロス初心者の人、詰め物やかぶせ物がある人は滑りやすいワックスタイプがおすすめです。ノンワックスタイプはローも何もコーティングされていない無加工の人なので、ワックス付きと比べると滑りが悪いです。その分汚れが糸につきやすいので、歯と歯の間の汚れをきれいに取り除くことができるというメリットがあります。エクスパンドは使用時の当たりが柔らかいので痛みを感じやすい方におすすめです。こちらのタイプは唾液や摩擦などで糸がスポンジのように膨らむという特徴があるので、歯垢除去率はこちらが一番効果があります。簡単に取れそうなものだったら、サイドフロスを通すと挟まったフロスは下に押されて取れるようになります。雑に引き抜こうとすると切れたフロスがさらに切れてより難しくなる危険性があります。これらの方法で抜けない場合もあるので、最善策は歯医者に行くことです。さらに放置すると食べかすが溜まったり、歯に無理な力がかかることがあります。取れないときは無理せず歯科医院に相談しましょう。歯科衛生士の上田です。次にホルダータイプの説明をします。ホルダータイプは2種類あり、F 字型と Y 字型があります。 F 字型は初心者の方におすすめで、前歯の清掃に向いているフロスです。かぶせ物や詰め物が多く入っている方は糸が引っかかりやすいので不向きとなります。 Y 字型は奥歯に適しています。操作性が良く、お口を開けれる量が少ない方や顎関節症の方におすすめです。メーカーにもよりますが、使い捨てタイプと繰り返し使用できるタイプがあります。繰り返し使用できるものは、糸の束感が細くなったり、切れたら交換してください。最後に歯間ブラシについて説明します。歯間ブラシは、針金にナイロン毛をつけたものや、ゴム製の小さなブラシで、歯間部に残ったプラーク、歯垢を効率よく取り除くことができます。デンタルフロスと比べて、歯の間が広い場合に適しています。使用時、歯の間に対して細すぎたり広すぎたりしたら、歯茎の状態が悪くなる可能性があります。他にも、歯茎に針金が当たるような感覚があれば、ブラシのサイズが合っていません。歯と歯の間のスペースは人によって様々なので、自己判断はできるだけせず、正しいサイズと使用方法を歯科医院で確認しましょう。基本的には2-3週間で交換ですが、針金が当たる、ワイヤーが折れる、腰がなくなる、毛束が少なくなる、毛先が乱れたり短くなる、以上のことが起きたらその都度交換しましょう。歯と歯の間の汚れは歯ブラシでは落としきれません。間の汚れは歯ブラシのみだと 50% 程度しか取れませんが、歯間ブラシやフロスを使うことで 80% 程度の汚れを落とすことができます。フロスや歯間ブラシを併用して、歯ブラシでは届かない歯の側面についたプラークや歯と歯の間に入り込んだ食べかすを取り除きましょう。そして今後も虫歯のない綺麗で健康な歯を保っていきましょう。今回、歯間ブラシやフロスについて説明させていただきました。当院では、フロスはもちろん、いろいろなサイズの歯間ブラシも販売しています。気になる方は、ぜひ当院にお問い合わせください。それでは次の動画でお会いしましょう。